作戦計画概要をご説明します。高段作戦、第4作戦海域、作戦要項です。発見、砲船用意。いよいよ実戦ですね。な、何魚雷。この時のためにカタパルトは整備したのじゃ。ヒャッハー、者どもかかれ。この時のためにカタパルトは整備したのじゃ。ヒャッハー、者どもかかれ。全訪問よく狙って。よろしいです。撃ちます。いい感じいい感じ。ねえ、こいつらやっちゃっていい？手の風、ね、やったー。エビがいいよ、勝てるよ。我が輩がいる以上当然の勝利じゃ。ちくまのやつより少しお姉さんなのだからな。艦隊が勝利できてよかったです。白露型駆逐艦の力、侮れないでしょ。発見、砲船用意。いよいよ実戦ですね。その間もらった。これが主力艦同士の艦隊戦。痛すぎです。飲まないとやってられない。三連装手法はおもちゃじゃないの。足く前方の敵艦に思考。目に打ち方を見せてあげる。沈みなさい。水上攻撃戦なら負けません。まだまだ、そのちくまのやつには負けんぞ。ヒャッハー、者どもかかれ。これが主力艦同士の艦隊戦。そうなのね。これが三連装手法はおもちゃじゃないの。いい？目に物を見せてあげるわ。イタリアが一番なんですか？やだ。ありがとうございます。嬉しいですね。え？私の武勲が一番？あら。意外なこと。でもなんだか誇らしいですね。敵艦発見、砲船用意。いよいよ実戦ですね。その間もらった。三連装手法はおもちゃじゃないの。いい？一番、目に物を見せてあげるわ。狙え。四番手法、頼む。今よ。粘り強さ。
この当然で見せてあげるんだから。水上攻撃戦なら負けません。まだまだ、ちくまのやつには負けんぞ。ここで全力で叩くのさ。これが主力艦同士の艦隊戦。三連装手法はおもちゃじゃないの。目に見ると見せてあげるわ。水上砲撃戦なら負けません。まだまだ、ちくまのやつには負けんぞ。頼むわよ。やったー、粘り強さ。ものどもこっちで見せてあげるんだから。敵は右舷だ、しっかり狙え。全訪問よく狙って。これでも食らえ。よろしいですか。やっちゃうからね。やった、演技がいいよ。敵艦隊ミー、勝てるよ。砲船用意。皆さん行きましょう。なあ、意外とイケてんだろ。私結構艦載機運用能力も高いしさ。改造強化された文月の力見たか。私はまだまだ強くなるんだから。まだまだ、ちくまのやつには負けんぞ。これが主力艦同士の艦隊戦。そうなのね。これが三連装手法はおもちゃじゃないの。いい、目に物を見せてあげるわ。ザラの粘り強さ、いいですか。この光線で見せてあげるんだから。この時のためにカタパルトは整備したのじゃ。ものどもかかれ。1番2番手法狙え。今よ、撃て。イタリアが1番なんですか。やだ、ありがとうございます。嬉しいですね。え、私の武君が一番。あら、意外なこと。でもなんだか誇らしいですね。特型駆逐艦綾波型の牛尾です。もう下がってよろしいでしょうか。敵艦発見、砲船用意。いよいよ実戦ですね。奴には負けんぞ。近づけるわけにはいかない。撃て。1番2番手法生かして返す。狙え、直撃だと。今よ、撃て。我が輩は沈まぬ。3
感電装手法はおもちゃじゃないの。いい？シャー、目に物を見せてあげるわ。ザラ級四大召喚撃なら、まだまだ負けんぞ。自然に見せてあげるんだから。やめろ。主力感動士の壊れちゃう。生かしてないっす。これが沈め。いやだ、戦艦ローマ攻撃を開始する。いやだ、いやだ、この先の目に行くわ。何でしたのじゃ。いやだ、粘り強さ、こうやって見せてあげるんだから。壊れちゃう。霊語作戦を思い出す。全艦突撃。そう、これが本当の大ヤダ型の力よ。壊れちゃう。本当に困るんですけど。強さか。次は直撃させる。いい感じ、いい感じ。やだ。イレを先頭に魔獣人になって本気で行くよ。やっちゃっていい？燃えてしまう。やめろ。あ、そう、私。ふーん、また私なの。いいけれど、別に。まあ、嬉しくはあるわね。勝利に喜んでばかりもいられないな。勝って兜のなんとやらだ。ただ、今夜ばかりは飲ませてもらおう。艦隊が無事戻りました。皆さん大変お疲れ様でした。提督、イタリアをお呼びでしょうか。だいぶ暑くなってきたけれど。なんでしょう、出撃も飲み会も行け。あー、暑くなってきたのじゃ。買っちゃった水着ね、ポーラ。夏だ、浜辺で酒盛りもいいね。ああ、もう明石に影響されてやってしまったけれど、私はずっと夏だな。暑いが、まあ気。はいはい、白露姉さん、とってもいい感じ、いい感じ。リベの名前、南西の風って意味よ。そろそろ夏、気の早いセミがもう鳴いてる。もしかして。補給と兵隊、大切ですね。この損傷は、休まりますね。うん、我が輩もちょっと疲れたぞ。提督が二人。ちょっと服が汚れちゃった、早く直そうっと。やられちゃった、ごめん。提督、おめでとうございます。